加害者の親族として、被疑者の娘として、法律家の卵として。虎に翼。第4週、鏡女に反り男のお話が終わり。第5週、朝雨は女の腕まくりのお話が始まります。智子は、明律大学女子部から法学部に無事進むことができました。男子学生と一緒に学ぶことに身構えていた智子と同じ女子部の仲間たちでした。花岡悟が智子たちを温かく迎え入れてくれて安心したのですが、彼の本性というか考えが分かり、カッとした勢いで彼に怪我を負わせてしまった。しかし、智子と花岡はお互い素直に謝り、さらに智子のことをいつも考えていたという告白めいたことを聞いた彼女は、人生初の恋、初恋を経験し、気分は雲にも昇るような感じになっていたところに、父の逮捕。智子の心は天国から地獄に突き落とされましたね。第5週のお話は、京和事件で贈収賄の疑いで逮捕された16人の中に直子とも含まれており、事件は大きな注目を集めた。その影響で大学に通えなくなった智子のもとに、窮状を救うべく、花岡と穂高教授が猪爪家を訪れる。穂高教授が直子との弁護を担当することとなり、智子たちは一安心する。逮捕から4ヶ月後、予審が終わり、新聞に罪を認めたとの記事が掲載されるが、その内容に智子たちは困惑する。やがて直子とが帰宅し、自ら罪を認めて家族に謝罪するが、彼は食事も取らず寝たきりの状態になる。これを見た春は非常に心配していた。一方、智子は穂高教授から、君にしかできないことがあると言われ、花岡と共に予審の資料を精査し始める。成果が出ない中、彼女は重要な証拠の存在に気づく。母、春が毎日細かくつけていた日記。それには、直子とが証言した日付。しかし、その日付には、家にいたという春の日記の日付。様々なことが、直子とが自白したことと食い違っている。そのことを直子とに突き出すと、直子とは検察の厳しい取り調べに耐えきれず自白してしまったが、証言を撤回する意思はない。智子はそのことを穂高教授に話すと、それが真実ならば進む道は決まった。我々は正々堂々と無罪を主張しようと。しかし、予審で認めた起訴事実を覆すのはとても難しいと、勉強してきたことを穂高教授に話すと、穂高教授は智子を京和事件の弁護に関わる法律家たちに紹介する。皆、歴戦の手だれた弁護士たちで、智子は訳がわからないまま頭を下げる。そして穂高教授は、私は依頼人の無罪を主張しようと思っていると言うと、皆困惑した顔をするが、君らは情状酌量による依頼人の原型を争点にしていくつもりだろう。そのためには誰かにその責任を押し付けなければならないね。と言いながら智子を見る。
智子はハッとした。その誰かとは父直子とだ。穂高教授は続ける。皆もこの事件の違和感にはうすうす気づいていたはずだ。こんなことが許されていいのかね。そんなことを言われた弁護士たちは皆難しい顔をしている。と唸っている弁護士たちは皆もちろんわかっている。予審で認めたことをひっくり返すことがどれほど難しいことか。今明律大学で法律を学んでいる学生だと智子のことを説明すると、智子は言った。うなりたくなるのももちろんわかります。今まで授業で散々習ってきましたから。でもそれは真実から目を背ける理由にはならないはずです。そして法は強き者が弱きを虐げるためのものじゃない。法は正しい者を守るためのものだって私は信じたいんです。どうかお力をお貸しください。智子の言葉に歴戦の弁護士たちは黙りこくってしまった。まさか法律を学んでいる女子学生にこんな当たり前のことを日々の闘争で忘れていたことを思い返されるとは。穂高教授は我々の後に続く若者たちにちょっと格好つけてみるのも悪くないんじゃないのかい。この言葉に海線山線の弁護士たちは結束し、調書の誤りを指摘して無罪を主張する戦略を練ることになった。智子はこの事実を帝都新聞の記者竹中に記事にしてもらうよう依頼するが、竹中はそれが危険だと警告する。それでも智子と穂高教授は怪しい人物たちからの脅威にさらされる。公判中に倒れた直子とは、智子の信念に応えて、取り調べでの強要自白を明かす。これにより、一時は安堵する花江だが、智子と雄三は、検察がそれを認めることはないと悟る。無罪を勝ち取る見込みは薄いと思われたが、検察が使用した川手錠の説明から、智子はある法律の条文を思い出す。昭和11年12月、直子との共和事件の裁判は、ついに結審を迎える。智子と春は傍聴席から直子との最後の審判を見守り、外では雄三や米が待っている。最終的に判決を下した裁判長の武井の言葉に、穂高教授は桂葉と共に感動しながら酒を酌み交わす。第5週はこのようなお話になるようです。虎に翼が始まって初めて智子が関わってくる裁判ですね。以前あった離婚を求めている女性が母の形見の着物を取り返す裁判は、あくまでも智子の勉強としての側面が大きかった。今回はまだ法律家としての裁判ではないのですが、身内の父の裁判だということで、これから法律家として活躍していくであろう智子にとって、とても貴重で、己自身を成長させる裁判になるのでしょう。女性はあの時代、法律家として弁護士にしかなれない時代。被疑者、容疑者の親族として関わってしまうということは、できれば避けたい。人生でない方がいいのでしょうけど、その心情を知る、とても貴重な機会にはなるのでしょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。